証券交代号証券交代号基金は国際赤十字の基金。1912年アメリカ合衆国のワシントン DC にて開催された第9回赤十字国際会議において証券交代号が国際赤十字に可視し,した10万円をもとに創設された。 1> 第1回から第100回までの配分総額は約11億240万円であり、2015年3月31日時点の基金総額は約18億5730万円。1944年を除き、1921年から現在に至るまで、毎年、証券交代号の命日である4月11日に、基金の利子が世界各国の赤十字社と、 赤新月社に配分され、これまで世界161カ国の国や、地域の災害や感染症に苦しむ、人々の救済や、福祉の増進、防災や、病気の予防などの活動に充てられてきた。その後も、低名工業や高順工業、また上工業道子からの貸金、または、日本赤十字社の資金協力などもあり、様々な形で基金が増額されている。 100周年を迎えるにあたり、秋人天皇と、智子皇后からの貸金、明治神宮と、明治神宮数計会からは1000万円の寄付があった。ありがとうございます。